次はキティちゃんです。お前はほんとビネコだな。ちょっと待ってて。いいよ。おお。次は年取ってるからサビちゃんかな。なあお前な、初めて会った時あのみーちゃんもーちゃんのところで出会ったんだよな。体ボツボツでな、皮膚病かかっててな。でも人懐っこかったな最初からな、お前な。なんか一匹一匹に思い出があるからすごい、みんな長生きしてほしいです。キティちゃんはね、最初ここじゃなかったんですよ。なんかボランティアリーダーさんの話だと結構古い猫ちゃんらしくて、そうな、浜出屋さんが面倒見てくれてんだもんな。まあ、なよかったな。そう、浜出屋さんっていうこの漁港から近いマグロの定食屋さんがあるんですよ。そこもね美味しいんですよ。あのほんとねっとりとしててマグロが。でそこの人が猫がどこにいるかっていうのを教えてくれたんですよ。あったかいベロ。うん。よし、じゃあ絞ってやるな。いや、こっちにもついてるぞ。さあ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 。風強いにゃ。よし。美味しかったか。